はい、ということでございまして、後半のゲストもお座りいただいております。はい、もう本当に長年にわたってホトピア国際音楽祭を支えていただいてまいりました、寺門理夫さんでございます。今年もありがとうございます。こんばんは。こんばんは。もう今もね、準備に一番お忙しいところを ね縫ってきていただいて本当にありがとうございます。はい、今年もその季節になりました。ね、はい、もうだんだん先生の顔を見ると、なんか暮れだなっていう季節感が栗のように見えます。もう3回目のね、そうですよね、はい、この時期が欠かせないということで、ありがとうございます。はい、ところで今年は、何を上演されるんでしょうか。まず革新からお話を伺ってください。はい、今年はですね、モーツァルト作曲の皇帝ティートの慈悲というオペラですね。はい、モーツァルトは、去年のラモーと打って変わって音楽史上でも最も有名な作曲家の一人なんですけれども、そのモーツァルトが作曲した最後のオペラということで、はい、まあ、実を言いますと同時期に有名なマテキを作曲しておりまして、急な依頼が入ったためにそのマテキの作曲を一時中断してこちらの方を急いで書き上げたということで、完成時期としてはマテキよりも早いんですね。なるほど。で、きちんと完成された作品。なるほど。依頼されたのは最後っていうか。そういうことですね。なんか、はい、一説によると、例のサリエリが断ったっていう話が、そうらしいですね。ね、なんか、はい、はい、そこら辺にもね、アマデウスっていう映画で ね、はい、殺したとかなってて、ね、そんな話もある。そこら辺でもね、そういうライバルのね、確執が見えるわけですけれども、はい、ストーリーはどういう？ストーリーはですね、まあ、実際に、存在した紀元1世紀頃の、皇帝であったティートという人の話なんですね。で、このティートという人は、非常に慈悲深かったということで、まあ、そのティートをめぐる愛憎劇なんですが、ビテッリアという、王妃がいるんですけど、そのビテッリアは、ティートの前の皇帝であったビテッリオという皇帝の娘でありまして、でその皇帝からティートが王位を取ったということで、敵なんですね。敵なんですね。で、恨みを抱いていると。で、と同時に、まあ、ティートに惹かれている部分もあって、自分が妃になることで、まあ、父の復讐を果たしたいみたいな気持ちを持っている。盗作してる感じ。盗作してるわけですね。ですからさ、オペラの最初では非常に悪女的な感じでですね、で自分に思いを寄せているセストという、セストは、ティートの腹心の部下でありまして、全幅の信頼を置いているという、まあ、ティートにとっては部下であり親友であると、まあ、その人が、ビッテリアを好きなものですから、そのセストをビッテリアはそそのかしまして、ティートを殺してちょうだいと、というわけですよ。で、セストはその自分の上司である、ティートと、それから自分の愛との狭間で非常に揺れ動くということですね。まあ、それの話が二転三転して、まあ、ティートはユダヤを制圧したということで、その時に見初めたお嫁さんを連れてローマに戻っているわけなんですけれども、その人がローマ出身ではなくてユダヤ人であるということで、故郷のローマ人からは大変な不評を買ってしまって、でティートはやっぱりローマ人にとっていい王様でなければいけないので、その結婚を諦めるわけですね。ということで、ヴィテッリアはまた自分にもチャンスがあるかもしれないということで、一旦その暗殺計画をやめるんですが、その次に、まあ、置き先選びが、まあ、急な課題なわけですよね。その次にティートが選んだのがビテリアではなくて、セストの妹であるセルビリアという、女性なんですね。で、このセルビリアは、セストの親友のアンニオと恋仲にありまして、もうこの二人はもう幼い頃からの仲良しなんですね。で、まあ、ですけれども、そういう皇帝がお望みなわけなので、まあ、これは大変なことになる。なるほど。それでビテッリアはまた これで嫉妬心を燃やして、やっぱり殺さなきゃ
ということでまたセストを非常にこう攻め立てて、やってちょうだいっていうふうに言うわけですよね。もうセストの方はもうでもビテリアが大好きなものですから、結局はその自分の中心よりも愛の方を取ってしまうということで、まあ暗殺計画を実行してしまうんです。まあ、その間に、セルビリアという人は非常に美しいお嬢さんなんですけど、育ちも良くて結構芯が強い女性で、ティートに直訴しまして、私は実はもう昔から思っている恋人がいますと。でももちろん皇帝様のお望みですから、私は喜んでお嫁さんになりますけれども、こういう事情で、私の心はあなたのものではないということを言ってしまうんですね。それでもよければお嫁さんになります、それを聞いたティートは、いやそういう事情があったとは知らなかったと、あなたの そんな大事な愛を自分は邪魔するわけにはいかないということで、その結婚も諦めてくれるんです。まあ、その間にセストはもう暗殺計画を実行してしまうというところで、まあもう山は火事になり、ローマ中がもう大混乱のままに一幕が終わると。これはでもすごいね、なんか今先生がこうすごく分かりやすくご説明いただいてるんで、一つ一つのキャラクターがものすごく立ってるっていうのがなんか伝わってきますね。でそこでやっぱり素晴らしいのが、そのモーツァルトの人間観察なんですね。モーツァルトという人は非常にこう演劇も好きだったんですが、その演劇をまあ自分としてはオペラに仕立て上げるわけですが、その中でどのオペラをとってもそれぞれの登場人物の心理、それから性格、心理も裏の裏まで描き尽くすのがモーツァルトなんですね。なるほど、そして、実は、このティート役の、ルーハス・ミラーさんというと、方とビッテリア役の、ロベルタ・マメリさんという方が、実は8年前にここのホクトピア国際音楽祭に出演されているという、そのちょっと画像もありますので、これはドン・ジョバンニ、懐かしいですね、ね、この方が実は出演をされるということなんですが、これも楽しみだね。ここでですね、ちょっと昨年、これ昨年実は先生にも解説をここでしていただきましたが、この振り返りをしたいと思います。どうぞちょっとまた画像を出してください、これはまだこれもそうですね、これが、ラモーのレ・ボレアードという、昨年のですね、そうですね、昨年なんですけども、これ先生どうでした、いかがでした。いやまあこれもね大変な作品で、去年 このレボレアードという作品は今度ラモーにとって最後の作品だったんですよ ね、 ですから最晩年の作品ということで、2人の作曲家の最晩年の作曲家を取り上げることになったわけですけれども、このラモーのレボレアードという作品はですね、非常にもうラモーはもう全身全霊を込めて作ったような曲で、もう音が多いんですね。非常に音が多くて、もう込み入ったスコアなんですよ。でそれをこう実際に音にしていくというのが非常に大変な作業でですね、いやもうアウトプットされたものは非常にこうむしろシンプルに聞こえるというか、それからこの舞台装置もね、すごくこうシンプルなものをこうその色で、光で表現をされてっていうのね、なんかすごく私のようなもう本当にそのオペラに関して全くの素人というか、よく聞いてないものもですね、なんかこう本当に壮大なものがこう迫ってくるような、作品でしたね。まあ、みんな見てる方に、なるべく分かりやすくということは常に心がけているんですけれども、スコアとしてはもう本当に込み入ったスコアでね、演奏するのも一苦労でしたけれども、それだけにやりがいがある作品だったと。レボレアードっていうのはもうずっと先生がやられてる、そうですね、私たち の、ね、名前の由来となった作品なので、もう満を持してという感じで、待って待って、やっと演奏にこぎつけたということでした、その今大変苦労された、非常に難しいスコアという話ありましたけども、今回そのモーツァルトの皇帝ティートの慈悲も、もちろんホクトピア国際音楽祭ですので、いわゆる古楽器で、演奏されるということなんですが、
ラモーの時代との少し違いが、そうですね、まあ、30年ほど、はい、年代に開きがありますけども、はい、その間に楽器も少しずつ進歩しまして、はい、まあ、管楽器ですと少しこう現代の楽器に近くキーがついてきて、うん、半音階というのが昔の楽器というのは、うん、なかなか演奏が難しいんですね、うん、で半音階を早く演奏するというのは難しいことなんですけれども、うん、そのキーがつくことによってだいぶこう普通の音階だけじゃなくて半音階も演奏できるようになってくる、うん、それから音が少し大きくなってくるということが、うん、まあ、楽器の変化としてはあります、うん、でバイオリンに関してはほぼ変化ないんですが弓の方が変わってきまして、うん、いわゆるバロック時代の弓型をしたものから少し長くなって、うん、まあ、現代の弓との過渡期の弓というふうに私たち言うんですね、うん、まあ、古典派の弓って言ったりもしますけれども、うん、そういう弓何が違うかというと、カーブがですね弓の曲がり方が逆になって逆反りな感じになってくるんですね、そのことによって、まあ、長い音を均等に弾くことができると、まあ、その変化の兆候が見えてくるということですね、それぞれの国でいろいろ違うんですけれども、まあ、モーツァルト時代になるとそういうことが起こってきます。それはこう演奏される現代演奏されるあの先生方のこうなんかこう技術的なこともなんか違いっていうのは当然あるように思います。そうですね、管楽器の場合は指使いが当然違ってきます、うん、で、指使いによって出る音が変わってくるので、うん、新たに学び直さなきゃいけない部分もありますし、それから弦楽器の場合はですね、まあ、その逆反りになったことで弓の、まあ、反応が違いますので、うん、そこのあたりを少し変えなければいけないと、まあ、でも微妙な違いですね、はい、まあ、現在はモーツァルトの音楽というのは、まあ、現代の楽器で、あの弾かれることがまあ大多数だと思うんですけれども、はい、何かこう それとのこう違いみたいなものはどういう、はい、もしかすると今回の公演は、うん、そういうピリオド楽器ですね、モーツァルト時代の楽器による演奏としてはこのオペラでは日本初演になるかもしれないんですけれども、うんうん、まずこの私たちが使っている古楽器といいますけれども、その18世紀の楽器っていうのは倍音が非常に豊かなんですね、はい、倍音、あ、倍音、倍音ってどういう、倍音っていうのは、まあ、ピアノでドの音を叩いた場合に、はい、実際になっているのはその音だけではなくて、うん、非常にかすかにオクターブ上され、その上、うん、その上というふうに、うん、あの上の方の音が鳴っているわけですね、うんうん、その倍音構成が音色を決めるんです、うんうんうん、でその倍音が、豊かなのが、まあ、古楽器というふうに思っていただけると、うんうん、いいんですけれども、うんうん、それでどういうふうに聞いた感じ違うかというと音に透明感があるんですね、うんうん、それがまず大きな違いとして聞こえてくるかと思います、うんうん、それから、まあ、弦楽器の場合特にですけれども演奏する際にビブラートをかける機会というのが、うん、現代の楽器ほど多くないので、うん、音が、まあ、純粋ですね、うん、で、ハーモニーも純粋にとっていくので、まあ、そのことによっても音の透明感というのが、うん、非常に際立って聞こえるのではないかというふうに思います。でモーツァルトは、非常に澄んだハーモニーとそれから濁ったハーモニー、うん、不協和音といいますが、うん、その使い方が非常にうまい作曲家なので、うん、その違いがよりはっきり出るのが、もしかすると私たちが使っているそれ歴史的な楽器なのではないかというふうに思います、うん、逆に言うとそういうはっきり出ることのその性能を考えてモーツァルトは作曲してたとも言えるわけですよね。そうですね、まあ、もちろんモーツァルトは現代の楽器知らなかったわけですから、うん、そうですね、現代の楽器知ってたらどういうふうに作曲したか分かりませんけれども、はい、まあ、その先ほどお話しした一幕の最後の部分っていうのはその、火事であったりもうローマが狂乱に巻き込まれるわけですけれども、まあ、皆さんご存知のドン・ジョヴァンニの最後の劇的な部分ともう本当に引けを取らないぐらい非常にドラマティックな音楽になってます、うん、なるほど。さて、まあ、先ほどストーリーも聞かせていただきましたし、まあ、今少し触れていただきましたけれども、はい、改めてこの今回の皇帝ティートの慈悲のまず見どころ、はい、ここはっていうところがあったら、そうですね、その先ほども言いました
まあ、主役の一人であるヴィテンリア、この悪女のような感じで出てきて、まあ、自分の、陰謀をそそのかすわけですけれども、最後にはですね、やっぱりそのことによって、まあ、ティートは死ななかったんですね、人違いだったんですけれども、でもそれをやってしまったのはセストなので、セストがもう死刑になってしまうというところで、やはりその他人を自分の計画でもって死にをやってしまうということに非常に両親の呵責を感じて、改心して自分がその首謀者であるということを最後に告白するんですよね。まあ、そこに至るまでの彼女の心理の変化、まあ、そこら辺で、今回出演してくださるロベルタ・マミリさんもこの役は最も難しいというふうにおっしゃってますね。で、実際に音楽的にも非常に幅広い音域を歌わなければならないソプラノの役なんですけれども、下のラの音から上のレの音まで2オクターブ半の音域を歌わなければならないんですね。ですから歌える歌手も限られてくるぐらい非常に難しい役だというふうに言っていました。で、まあ、それだけのことがある非常に幅広い、人間性をモーツァルトは、ここで表現しているわけなんですね。もちろんセストの方にも素晴らしいアリアがありますし、ティートにも素晴らしいアリアがあって、それから重唱アンサンブル30章50章60章に、合唱が重なって、それもまた素晴らしいんですけれども、一つだけ言わせてください。楽器の方でですね、クラリネットが活躍するんです。これが、モーツァルトが晩年に、出会いましたアントン・シュタードラーという名手がいたんですね。クラリネットのクラリネットというのは当時新しい楽器だったんですけども、そのクラリネットが、活躍するアリアが2曲ありました。これがまた聴きどころの一つになっております。その名手がいたんでこれに聴かせたいっていうんで、はい、モーツァルトが作曲されたっていう、はい、他の楽器はソロでそれほど活躍しないんです。クラリネットだけがものすごい名人芸を聴かせ る。それが2回あります。そうすると、あの先ほど その2オクターブ半のソプラノっていうお話がありましたが、はい、それもやっぱり当時やっぱりそういう素敵な歌手がいたんでしょうね。はい、モーツァルトはこの作品を18日間で書き上げたというふうに言われましたけれども、まあ、じりじりしながら配役を待っていたということも言われております。あ、そういう方がいたんですね。はい、でモーツァルトはもう配役に合わせてその時、演奏者に合わせて書く。配役に合わせて、はい、でその演奏者の能力を最大限に引き出して、まあ、調整するようなこともしますし、そういうことをするのでモーツァルトの作品というのは本当に素晴らしいんですね。やっぱりこう名人が名人をこう引き出すみたいな、やっぱりそういうところまさにそういうあることですね。はい、ありがとうございます。それでは、あやぶさんから、モーツァルトの、はい、この皇帝ティートの慈悲ですね、はい、この公演の告知を改めてしていただきたいと思います。はい、はい、まず11月29日金曜日、来週ですね。そして12月1日日曜日の2日間公演が行われます。会場はホクトピアの桜ホールです。チケット一般の方 SS 席が9500円、 S 席が7500円、 A 席が5500円です。そしてさらに北区民の方、ホクトピアのメンバーズの方は SS 席8500円、 S 席6500円、 A 席5500円ということで、25歳以下の方もさらにそれよりもほぼ半額の、ね、近い金額で、若い方にも、はい、ぜひ来ていただきたいですね。非常にリーズナブルというかね、はい、本当にそうなんですよ。あの私も、はい、あの11月の29日の方に伺わせていただくことにしてますので、ぜひ、はいはい、ぜひ楽しんでいきたいと思います。ね、来週金曜日12月1日です。はい、急に寒くなりましたんで、ご体調など崩されないように、はいはい、ありがとうございます。ぜひ当日楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、